おばんざーい。今回から J2 の1番ゴール、これもやります。ちょっといろんな声も聞こえてたんで、やってよ J2 もやってよっていう声も聞こえました。だからやります。今回から J2 の1番ゴールです。3位2位1位でやっていきます。それでは J2 第10節の1番ゴール第3位はアビスパ福岡対バンフォーレ甲府、後半45分、遠野大也選手のゴールです。45分です。これが後半45分、甲府が1点リードしてたところをクロスが上がってきます。それをディフェンスかフォワードが競り合ってこぼれます。後ろにこぼれたところをペナルティエリアの外に待ってた遠野大也選手がボレービューっていうボレーを突き刺します。これが第3位、遠野大也選手、今シーズン2点目のゴールが第3位です。そして第2位は津江源金沢対愛媛 FC、 後半7分の丹羽紫音選手のゴールです。丹羽選手、アメリカ出身です。このゴールは後ろからボールが来ます。バーッと鎖が来ます。それで斜めから入ってきた丹羽選手が右足でトラップ、このトラップがめちゃくちゃいい、トラップが良くてしっかりいいところに落とせたから、そのままスピードも落とすことなくドリブルに行きます。ちょんちょんとドリブルして右足に持って、ここでシュートを打とうという時にディフェンスが来て、そのシュートを打つと見せかけてキュッと切り返します。レアンドロ・ダミアン選手のゴールと似てます。そして切り返した後、レアンドロ選手を左に流したんですが、丹羽選手はニアに思いっきり左でぶち込みます。ボーン、このニアにぶち込んだ丹羽選手、丹羽紫音選手のゴールが第2位です。そして第1位、 J2 の1番ゴール、モンテディオ山形対京都サンガ、前半37分、ピーター・ウタカ選手のゴールです。ピーター・ウタカ選手、ナイジェリア出身、36歳です。 J16 チームでやってます。あ、J1 じゃない、 J リーグで6チームでやってます。それの今回、2016年も得点王になってます。そのピーター・ウタカ選手、もう J2 じゃちょっと規格外、止められないっていうようなゴールです。そのゴールは後ろからボールが来ました。そしてピーター選手は、ピーター・ウタカ選手は走ってますと、ディフェンスを並走して走ってるのも、何のその胸トラップで、前にしっかりとボールが来たところ胸トラップでいいところに落として、でもディフェンスも、ディフェンスの選手がこうボールを取りに行こうとするところも、何のそのしっかりとブロックをして、そしてそのままキーパー出てきた脇をそのままゴール。これはやはりピーター・ウタカ選手はもう規格外です。 J1、 2016年に J1 で得点王になってますから、この J2 でももう今シーズン、10試合目で9得点します。もうこれピーター・ウタカ選手がいる京都サンガ、これは注目ですし、ピーター・ウタカ選手がこれ得点王になるんじゃないかっていうのも、これ注目してください。そんな、これはいろんなゴールがある J2J1 に劣らず、この J2 も面白いです。皆さんぜひ、いろんなゴールがあるんで、そしていろんな選手たちがいます。これ、この選手たちがまたどういうふうなゴールを決めるのかっていうのも楽しみにしてください。それでは、J2 第10節の1番ゴールでした。J2 でもいきますよ。1、2、3、おばんざーい。いろんな選手、もっとゴールしてねー。